中野区役所は特別地方公共団体である中野区の組織が入る施設である。1968年共用開始し、開業時は7階建てだったが、手狭化したため1982年に8階、9階部分を増設した。郵便番号164-8501東京都中野区中野4丁目8番1号なお、戦前の東京36時代の中野区役所は、 初代庁舎は、法然寺計大の旧、中野町役場を用い、その後1936年に、中野2丁目に移転、現庁舎竣工まで用いられた。区役所前にある、囲いの銅像。付近が、江戸時代に犬小屋のあった、囲い町であったことにちなむ。エリアポータルが、地上一般放送事業者として、2014年11月28日より、ワンセグ放送を開始。 中野駅北口周辺に密着した情報や防災、減災情報などを配信するとしていた。校内に地上一般放送局一局が設置されていたが、再免許せず2019年11月廃止。2014年6月27日に JR 東日本などと共同で駅ビルなどを整備のため、2020年から2024年をメドに隣接する中野サンプラザと揃って、 現在の区役所を解体し、移転の上で新しい区役所を設置する計画が報じられた。移転先は、現在の区役所の北西方向元中の区立、中野体育館があった場所で、地上11階建て高さ約50メートルで2024年の完成予定である。ありがとうございます。